はい、おはようございます。ゴールデンウィーク初日4月29日、時間は9時を回ったところでしょうか。皆さんどうお過ごしされるでしょうか。なんかろれつ回ってないな。今日はね、さっきまで仕事をしていて終わって、さてね、うちのねワンコのねトリミングです。さてじゃあお腹からねやりましょうか。ほいほいと、お腹からねこれかかっちゃう、お腹からね、お腹からかっちゃいましょう。ほらじゃ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 、やらんないやらんない、ほら取っちゃった方がいいな。大体の歯はね、多分全部来てくる。井戸橋さんの新しいの頼んであるんで、会話がね、1700円ぐらいするんですよ。だけどね、3回カットすると切れなくなっちゃうかな。ね、プロにお願いすれば綺麗に買ってもらえるんだけどね、予約したりとか通手がなくっちゃいけないし、めんどくさいじゃないですか。でね、友人がね、ここでいる友達がね、本庄で、ドッグスクール、KT さんっていうのね、アジリティ、ね、ワンコのしつけとかね、あとトリミングとかね、やってるんだけど、ね、ここから1時間くらいかかるじゃないですか。ね、なんかね、友達に頼むのね、大して儲かんないのにね、悪いかなと思って、埼玉県の本庄の、お近くの人はね、うちのバカワンコ、どうにかならないかなと思ったらね、KT さんにぜひ、本庄市若子玉っていうところだったかな、確か住所がね。はい、場所を変えてね。ワンコがいない人はね、お風呂場でワンコの毛なんか切るんじゃねえよって思うんだけどね。ここのうちね、もう、これ、今何年経ったんだろう。築20年ぐらい経ってるのかな ?21 年目だね。21年経ったんだね。だいぶね、あちこちやれてきてね、劣化してきましたね。まあ、しょうがないね。自分もね、かなり劣化してきたから。さて、今度は上を買ってね。絵的に面白くねえからな。後ろ。ちょっと映して。お尻が映っちゃうね。いや、お尻が映っちゃう。だいぶさっぱりしました、ね、もうちょっとまだお尻、
はい、終わりました。クタクタです。クタ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 疲れたな。途中ねおしっこしたそうだったなんで、したそうだったんで、昨日朝雨降ったんで散歩行けなかったから、散歩をちょっと軽くね散歩したらすぐ雨降られちゃってね、すぐ帰っちゃったんだけど、どうぞ。肛門腺からね、分泌物もね、まあ、結構多く出たかな。あのちっちゃいのを持ってね、あの肛門腺をね、ちょっと来てくれ、肛門腺をね、こうやって絞ってやるんですよ。大きいワンちゃんはね、自分で出しちゃうんだろうけど、ちっちゃいのは出せないんで、出してやらないとね、そこのとこからの病気になっちゃうんでね。まあね、これ比較的ね、あんまり騒がないんでね、まあ好きじゃないんだろうけど、でね、ドライヤーはね、嫌いなんだか好きなんだか、待って。